藁で作ったお社を無病息災の願いを込めて炊き上げる伝統の祭り、聖の神。ここは東京の南西部に位置する多摩市。人口14万6千人を数える東京のベッドタウンです。宅地化が進んだこの町にも、道の傍らにひっそりと道祖神が佇んでいます。その隣には庚申塔もあります。この庚申塔には、元禄2年、3月23日建立の日付が刻まれています。その下には、見ざる、聞かざる、言わざるの三縁の姿も彫られています。320年以上も昔から、この地で人々を見守ってきました。この付近は江戸時代、武蔵の国、多摩郡、湯木寮、落合村、山王下高中と呼ばれた村里でした。昔は屋根もなく道端にぽつりと置かれていたといいます。この道祖神に藁で作ったお社、聖の神をかぶせ、その前で子供たちが小正月を祝っていたのです。この伝統はその後、地域の人々によって受け継がれ、小さなお社に収まった現在でも、その行事を守っているのです。今年も小正月の前日、祭りのお社を作る作業が始まりました。いやいや、ほんでいいや。もうそれで行っちゃえ。田中昇さん、83歳。子供の頃からこの伝統を守り続けてきました。ここに庚申塔があって、この前が田んぼですから、田んぼに、大体田んぼですから、田んぼを少し掘って、で真ん中に料理を切って、そんで小屋を作って、でそれで当時みんな農業やってましたから、みんな藁を持ってますかね、各家で、で藁をもらって歩くんですよ。そしてそれで屋根を作って、その冬休み14日まではみんなでその小屋に入って餅を焼いたり、甘酒作ったりとかして食べたり。昔は地域を挙げて子供たちの成長を促す行事でもありました。俺の筋買っちゃう、売れ、そんなの動いちゃったもん。これで屋根が、昔はでもこれで屋根ができちゃった。どこのうちだってこれ、昔はだってこれなんだから。でこんなのなんかあらへんの。これがもう昔の。これじゃ後ろへやってくる。もっとこっち。これじゃあだろ、これ。これで金押さえとかねえぞ。で、押さえてくれる？なんか4箇所で、5箇所か。勘が頼りだけの聖の神作り。いやいや、上しまってもね、いいよ。あ、そうか、それ合わせなくて。慣れた手つきで作業は進みます。どうだ、長さ、ここ出はどうだ。手順はすべて田中さんの頭の中に刻まれています。自分が行動力はなくてダメですよ。やっぱ口だけでは、私は今までずっと行動を伴わないことはしないんです。やっぱり自分がやっぱり自ら行動するによって皆さんがやっぱついてくるっていう。今もう一本持ってくるから。いいです。もっともっと。
で、ズベリューはここに。もういいよ。めめめめめ。これで干すのあっという間に燃えちゃいますね。あっちまえ。今年はえらい詰まってるからもうここは。聖の紙の後ろにオンベラ棒と呼ばれる梵天を立てると、いよいよ祭りの本番です。聖の紙の祭事は、正月の松飾りや締め飾りを一箇所に集めて焚き上げる伝統的な火祭りです。各地でこの火祭りの呼び名は異なりますが、ここでは聖の紙、この辺ではどんどん焼きたい言ってません。ベベコとはさ、ほんで祭の紙が本当のあれだった、それがなまって聖の紙だった。この三宮地区はもう聖の紙です。それこれはもうベベゴトマですからね、浜辺になるわけですよ。もうだって江戸時代から普段の理事会の活動の中でこの聖の紙をやる時には全員出てきます。これは私感心しますね。聖の紙のろうそくの火で点火されます。点火します、点火します。樫の木に3本の繭玉団子を刺した子供たちが出番を待っています。すいません、会場に大見えの皆様、上から火の粉が落ちてきますからね、火の粉だけ気をつけてください。いよいよ一日がかりで作られた聖の紙を火の中に投じ、お社を神聖な神の場へ捧げるのです。安倍市長がおられてまして一緒に今投入をしております。はい、入りました。名人はね、私には世の中っていうのは一人では生きていけない、今現在ここに生きてるっていうのはこの地域があるから、その中の人として生きてるんだから偉くなれとは言わないよ。だけど余った分を地域に貢献しろっていうことをすごく言ったんですよね。炎を見つめる田中さんの眼差しにはまだ若い人へは任せられないという思いと来年への決意が浮かんでいるに違いありません。どんなに都市化が進んでも大事に守りたい伝統の行事です。